願いします。皆さん講習会にご参加いただきありがとうございます。ただいまご紹介いただきました JST の中にありますバイオサイエンスデータベースセンターというところにおります。広報担当しています森克樹と申します。本日よろしくお願いいたします。それでですね、本日は、お手元に、資料を、お配りしているかと思いますので、ちょっとそちらの方だけ確認させていただきます。私たちの NBDC のパンフレットと、それから本日使う、講習会の資料をプリントアウトしたもの、それから、ライフサイエンスデータベースセンターと書かれたチラシ、でそれからちょっと、私たちの、JST の方で出しております JST ニュースというのも、入れさせていただいております。もし今何か足りないものとかありましたらおっしゃってください。大丈夫でしょうか。とそうしましたらですね、本日は、こちらの、資料に、基づきながらお話をしていくんですけども、その時に、ウェブ上の、情報源、いろいろな、ウェブツールですとかサービスですとかを使っていきますので、おそらくここの備え付けの PC を使っている方もすでにこちらのガコスさんのページ開いていると思います。でもしもご自身の PC 持ち込んでられる方はまずブラウザを開いてインターネットへの接続を確認していただきたいと思います。でこちらのページの下の方にですねデータベースの頭文字で選ぶところがあります。でそちらで私たち NBDC と言いますのでこちらの N のところをクリックしていただくと、まあ、ずらっと並んでおりましてその、だいぶ下の方よいしょ、14番のところにバイオサイエンスデータベースセンター NBDC というものがありますので、こちらの方をクリックしていただくとですね、私たちの、作っております、ポータルサイトの方に行きます。で本日ですねこの後いろいろとこのポータルサイトの中に載っているデータベースですとかツール類ご紹介しますがこれ単純にクリックするとこのままこのページでその先のデータベースに遷移してしまいますのでそうするといちいちこう行ったりも来たり戻ったりというのが手間になりますのでまあ新しく開くときにはですねデータベースに行くときには新しくタブを開いたりですとかまあ新しくウィンドウを開くなり何なりをしていただいて進んでいただければなというふうに考えております。今 NBDC のポータルサイトまだ行けてないという方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫でしょうか。と後ほどまた実際にページ見ていくときに戻ってきますのでその時にでももしもつながってないようでしたらおっしゃっていただければと思います。ではちょっと私の方ではよいしょページをお手元にある、資料とほとんど同じなんですけども実はちょっと一部スライドの順番を入れ替えたりですとか少しだけ、言葉を足したところがあります。本日実際に、お話しするのに使った、スライド資料につきましては、後日 NBDC の、講習会ページより、公開いたしますしでその際にこちらのガコス様の方から、リンクも貼るようにいたしますので本日と同じ資料は後ほど、ご覧いただくことができます。で実はですね後ろの方で本日動画も撮影しております。でそれから記録のために途中でお写真を撮ることもあります。顔が写るような形で撮ることはありませんけれども何か気になる方はおっしゃっていただければと思います。で講習会のこちらの資料だけでなくその動画の方も後日 NBDC の方で作っている動画サイトから公開させていただきます。でもしもですね本日実習中に困ったこと質問等ありましたら途中で構いませんのでどんどん手を挙げて止めていただいてその場ででもご質問いただくなりもしくは終了後にお声掛けいただければと思います。さてそれでは本日の講習会ちょっとまず講習を始める前にということで今申し上げたような録画についてでそれから本日まあウェブツール等を使ってハンズオンで行っていきますので、でその際に何かリンクをクリックしたんだけれどもなかなか反応がないなという時にですねカチカチ何度もクリックしてしまうと大体事態は悪化してしまいますのでちょっと一回クリックして反応がないように見ても少しだけお待ちいただければなというふうに思います。でまあ、スライドとそのように、ハンズオンを、通じてですね、まあ、いろいろなデータベースの使い方ですとか、まあ、機能なんかを、紹介していければというふうに思っております。で、ただ本日の内容はですね、こちら目次出しておりますけれども基本的には何でしょう
初心者向けといいますか、あまり詳しくない方に向けての内容となっております。で、もっとその先に進んで詳しい、内容が知りたいという方には、そういうものが載っている教材のページもご紹介しますので、ぜひとも、ご自身の興味に従って、いろいろとお調べいただければなというふうに思います。でそれではですね、まあ、目次2番で生命科学系データベースの概要ということで、少しデータベースの概論的なことをお話したいと思います。おそらく詳しい方はすでにいらっしゃると思いますけれども、少しイントロダクションとしてお話しさせていただきます。でまあ、こちらも書いてありますけれども、生命科学の情報爆発ということで、現在、まあ、生命科学というのは非常に大きな転換期を迎えております。実験技術と実験機器の、発達によってですね、もう1回の実験でも大量のデータが出てくる。で何度も同じような実験を、同じような条件でも繰り返せるような時代になってきております。それに従って大量に出てきたデータを元にしたデータ駆動型の科学への転換ということが、言われております。ここで今求められているのはですね、データですとかデータベースを自由に使いこなすことで、当然情報学の方でも大きな進展があるんですけども、それの全てに、生命科学の研究者が精通している必要はもちろんないんですけども、そこで何が行われているのか、その原理的な部分をしっかりと知っておく、それから、しっかりと自分で必要なデータがあれば、データをデータベースにデータを探しに行ってそれを持ってくると、そしてそれ、得たデータを統合することによって新たな知識を発見していくと、いうことで、データベースを使いこなすことが、ますます重要になってきている時代かと思います。先日、まあ、IT 系の、ウェブ雑誌の記事でもですね、生命科学者になりたかったらまずプログラミングを学ぶ時代ですというような、まあ、それは非常にポジショントーク的なところもありますけれども、一からプログラミングをできる必要はないですけれども、どういう原理で、どういう、操作が今行われているのかということは、ぜひ、把握しておく必要があるのではないかというふうに考えております。でまあ、こちらには代表的な生命科学関係のデータベースを並べております。まあ、扱っている、まあ、分子種といいますか情報に従って考えてみますと、まあ、DNA の塩基配列ですとか、アミノ酸の配列、タンパクの立体構造、アミノ酸の配列のドメインですとか、パスウェイですとか、文献、まあ、文献の方メッドラインと書いてありますけど、皆さん普段は、こちらの、検索サービスであるところの、まあ、パブメドという形で、使っていらっしゃるのではないかなと思います。残りに関してはおそらく、研究されている分野によって、ご存知のものもあれば、ご存知ないものもあるのではないかというふうに考えております。もちろんここに、載せてあるのは、分野としてもごく一部ですし、各分野の中におけるデータベースの例としても、ごく一部ですけれども、こちらにあるようなものが、かなりメジャーなものではないかというふうに考えております。でまあ、今の、載せた中ですね、まあ、日本で構築している代表的なデータベースというものもありまして、例えば、DNA の塩基配列を収集している、DDBJ、こちらは国立遺伝学研究所の中にあります。それから、大阪大学のタンパク質研究所で、運営しています、タンパク質の立体構造のデータベースである、PDBJ、先ほどの表ではあの WWPDB という書き方をしておりますけれども、日米欧でそれぞれ拠点となるものがバンクがありまして、それのを総合して WWPDB というふうに呼んでおります。でそれから京都大学の化学研究所のバイオインフォマティクスセンターで構築運用してます KEG と。ということでこちらはパスウェイ情報を集めたものですので、例えば何かの条件での、発現が変化した遺伝子を一群を取ってきて、じゃあその遺伝子がどういう、生理学的な意味を持っているかっていうようなことを、解析するときに最終的にこのKEGのパスウェイの上に落とし込むというようなことで、非常によく使われている、データベースであります。でちょっと見方を変えてですね、そのデータベースを今度その構築方法によって、分類するとどうなるかということで、例えばバンク型、運営しているところとは別の不特定多数の研究者がその自分の出した実験結果を登録するというようなもの、それから、プロジェクト型ということで、その実験を行った、まあ、一つのプロジェクトの中で、データの生産からそれを最終的にデータベースにまとめるところまでやるというようなもの、
まあ、その他にもいろいろとですね、シミュレーションを行って、そのシミュレーションの結果を集めたデータベースなどというものもあります。で、先ほどのご紹介したKEGなんかはですね、知識モデル型ということで、論文等で発表された内容をデータベースとしてまとめていくというようなものになっております。で、今のスライドのうちですね、バンク型のデータベースとはどういうようなものかということで、先ほどご紹介した DDBJ、こちらも DDBJ とそれからアメリカ NCBI が作っているジェンバンクで、それからヨーロッパのエンブル EBI が作っている ENA エナの3極で塩基配列のバンクを作っております。それから先ほどご紹介した WWPDB、例えばこの2つのバンク型のデータベースですと、解読された塩基配列および立体構造情報を査定して受け入れる、でデータベースに蓄積する、でそれを公開して共有すると、で公開するときにはアクセッションナンバーというものを付与するという形で行われております。で、研究者、そのデータを預ける研究者側からしますと、論文を投稿する際にはですね、その雑誌の側からアクセッションナンバーの記載を求められるということがあります。つまり論文を書くためには、その根拠となるデータをきちんと公共のデータベースに入れて公開していることが前提になるというのが現在広く行われております。で、この査定して受け入れるというところがこのバンク型データベースのまあ大きな特徴なんですけれども、現在ではその査定の度合いというのもいろいろですし、なのであまりバンク型ということにこだわらず、その提出されたデータを受け入れて公開するというような機能を持ったデータベースのことをまあ広くリポジトリというふうに総称することが多いように思います。で、現在ではその塩基配列ですとか立体構造以外のデータについても、このリポジトリへの登録というものが求められるようになってきております。で、今申し上げたのは、その論文の根拠となったデータは公開して共有しようということですけれども、さらに公開されているというのは、その論文の根拠データにとどまらず、その公的資金で行われた研究のデータは可能な限り公開しよう、可能な限り研究者コミュニティで共有しようということで、オープンサイエンスということが言われる時代になってきております。ここら辺の少しスライドの並びが違うかもしれませんが、あるものはあり、あることはありますので、ちょっと並び替えながら見ていただければと思います。で、今キーワードとしてオープンサイエンスということを挙げましたけれども、これは国際的な潮流となっておりまして、2013年には G8 の科学大臣会合の共同声明として、論文のオープンアクセス化に加えて研究データのオープン化を行おうということが言われております。論文、研究者が論文を出しているにもかかわらず、値段が高騰してしまって研究者がなかなか論文を読めないじゃないかというような問題に端を発して、オープン、論文のオープンアクセス化ということは、その少し前から言われていたわけですけれども、そこから一歩進んでデータもオープン化することによって、サイエンス全体を質の高いものにしてスピードアップしていこうということがオープンサイエンスの潮流の中で言われております。で、この G8 における声明を受けまして、具体的にどう実現化するかについて各国での議論が活発化しております。で、日本におきましても内閣府の国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会というものがありまして、そちらの方でこのような検討が行われまして、その中でオープンサイエンスとはどういうものかというと、公的研究資金を用いた研究成果について幅広く共有すると、で容易にアクセス利用が可能にすることによって新しい地を切り開くための道を開くと、さらに効率的な科学技術研究を推進することでイノベーションを起こしていこうということで、新しいサイエンスが今生まれているのだということが言われております。それを受けて文部科学省の方でも、学術情報に関する審議会の方で、このオープンサイエンスに関する検討というのも行われております。で、学術会議の方でも声明が出ておりますし、私たちのおります JST の方でも、オープンサイエンスについてこういうふうに取り組んでいきますというようなポリシーを出しております。では、じゃあそのデータを共有することの意義とは一体何かということを言いますと、研究をしていらっしゃる皆さん、当然ご承知の上とは思いますけれども、サイエンスの世界において何か新規な主張を行うためには、それを裏付けるためのエビデンスの提示が必要となります。
まあ、本質的に科学の世界ではそのデータというのは公開して共有するものであるというのが本来的なものです。でその意味としましてはきちんと再現性が取れるかと、その実験の過程において透明性が確保されているかと、またもしくは出てきたデータというのがその最初のデータ生産者の観点とは違った観点から再利用ができるのではないか、でもしくはそのデータをオープンにすることによって新しい技術の発展に寄与できるのではないかというようなことが言われております。で特に欧米において言われているのが研究費の多くは市民から集められた税金によって行われているんだと、であればそれを手にするために市民が二度税金を払うことはありえないんだということで、市民は二度税金を払わないという言い方をしまして、公的資金を投じたデータは全て市民のものであると、ですから得られたデータは共有するべきだということが特に欧米を中心に言われておりますし、そういったものが世界的な潮流ともなってきております。ちょっと少し話を変えまして、じゃあ3番目 GST と NBDC データ共有の取り組みについてというお話をさせていただきます。じゃあ今お話ししたようなデータ共有についてどうして GST のその中にある NBDC が取り組んでいるのかということですけれども、まあ少しいろいろと遠隔あるんですけれども、その一番端緒となるのは2000年から始まっていますけれども、まあいろいろな流れが合流した結果2011年の4月にGST の中にバイオサイエンスデータベースセンターというものが設置されました。で、私たちのミッションとしましてはデータベースを統合してデータの共有を推進していくということを謳っております。まあ、こちらは本日お配りしたパンフレットの裏面にありますので、もしもご興味があるようでしたら後ほどご覧いただければと思います。ではなぜ GST の中の NBDC がオープンサイエンスですとかそのデータ共有の推進というものを行っているのかと言いますと、まあ、そもそもその GST の、目的の組織としての目的の中に科学技術情報知識インフラの構築というものが含まれております。つまり、科学技術イノベーションの、基盤を作るために、その知識インフラを構築していくんだというものがそもそも GST の、組織の目標としてありましたので、それに従って私たちのいる NBDC が2011年に設立されたわけです。で、私たち生命科学分野のデータベースを使いやすくするということを行っておりまして、でその中の事業の一つとしては基盤技術開発ですかファンディングプログラムを通じた分野ごとのデータベース統合ということも行っております。でこちらの図もパンフレットにあるものなんですけれども、GST 先ほど紹介したように基盤技術開発というものでデータベースを統合していく上で必要になってくるのは情報技術の開発というものも行っております。それと同時にですね、生命科学のさまざまな分野においてそこでこうキーパーソンとなるような先生方にですね、その分野のデータを取りまとめる中心となるようなデータベースを構築していただくためのこういったファンディングプログラムも行っております。その内容としましては、糖鎖ですとか、タンパク質の立体構造、プロテオーム、ヒトゲノムの変異情報ですとか、EP ゲノム、微生物のゲノム、植物ゲノム、もしくは細胞の画像データ、もしくは医薬品に関わるパスウェイ等、そういったもののデータベース構築を支援しております。で、非常に実は先ほどのお話が単なる宣伝だったのかと言われると少し、辛いんですが、実は先ほどご紹介した PDB の PDBJ の構築というのも私たちファンディングプログラムを通じてお手伝いしておりますし、こちらは KEG の中の一部ですけれども KEG メディカスという部分については構築をお手伝いしております。また DDBJ とは連携して事業を行っているところであります。で、こういったようなファンディングプログラムに加えて私たち自身で行っている事業としましてはデータの公開ということでポータルサイトや関連サービスの開発ということを行っております。ここから先私たちが提供しているサービスについて少し具体的にご説明をしていきたいと思います。生命科学分野のデータベースに関する要望として私たちどんなことに皆さん困っていますかということでアンケートを行ったときに、どこにどんなデータベースがあるのかが分かりにくいと、でひょっとしたら自分が欲しいデータっていうのはすでに誰かが作成して公開しているかもしれないけどそれが分からないと、
でもしくはデータベースはあるんだけれどもいくつも分散しているためにあちこち、いちいち行っては同じ検索をかける行っては同じ検索をかけるということで非常に手間がかかってしまうと。それからもう一つデータセットをごと、取得できるということはないだろうかと。データを一件ずつ検索してはその結果をダウンロードする、検索しては結果をダウンロードする、そうではなくてまとめてデータセットを丸ごとでダウンロードして手持ちのデータと組み合わせて使ってみたいというようなご要望もありましたので、それに対してそれぞれデータベースのカタログ、それからデータベースの一括検索、データの一括ダウンロードというようなサービスを開発しております。少しデータを利用する際の問題点についてお話し続けさせていただきますけれども、問題点としてじゃあデータベースは見つかったけど中にどんなデータが入っているのかわからないと、一体どんな実験をしてどんな条件で出てきたデータなのかわからないので、使おうと思っても使いづらいというようなことに対してはデータフォーマットの標準化、データに関する説明、メタデータの標準化を行うということを行っております。でまたデータベースの中から確実にこの実験はどこかのプロジェクトで行われているんだけれどもその結果が公開されていないと、もしくは公開されているかどうかは分からないというときにはデータを集めるための仕組みということで公的な研究には帰宅を義務付けるようなことを働きかけを行っております。またデータは見つかったんだけれどもどういうふうに使っていいか分からないと、利用に際しての条件がバラバラだしそもそも、利用条件なんてどこにも書いてなかったりするわけですね。そうするとじゃあ例えば著作権的にどうなのか、もしくは、データベースに著作権がかからないとしてもその、作った人の権利っていうのはどういうふうになるんだろうかと、引用していいのか、商用利用可能なのか、そういう時には使用料がかかるのかというようなことがあると結局のところ、データの再利用というのは進みませんので利用条件の標準化および明示と。いうようなことを推進しております。その時に使っている仕組みとしてクリエイティブコモンズという枠組みを私たちの方では利用しております。でこちらですね、著作権というのは日本における著作権というのはそもそもですね非常に著作権者に対して大きな権利を与えている一方でこれまではその著作権を守るか守らないかという二択しかなかった。著作権を守るかもしくはもう完全に著作権を放棄してしまうかという選択しかなかったんですけれども、著作権は自分に持っておきたいけれどもここまでの範囲だったら使っていいですよということを示すことができれば非常に便利に使えるだろうと。ただしいろんな人が勝手に自分はここまで自分はここまでって言っていると結局利用者にとって便利でありませんので、大体皆さんがこう納得できる合意ができるところで4つの部分について作品のクレジットを表示したいですかと、もしくは営利での目的を使用を認めますかと、もしくは改変を認めますかで改変したときに同じライセンスで公開してほしいですかというようなことをが大体皆さんが問題になるところだろうということでこの4種類のマークを組み合わせて全部で6つの利用条件というものがそこから導き出されていてこの6つを使ってデータの再利用を促進するということがクリエイティブコモンズの大きな枠組みであります。で私たちその6つの中でもですね NBDC では CC by SA ということで作成者のクレジットをきちんと表示すること、それから再利用した場合には同じ表示で同じクレジットライセンスのもとで配布することを求める CC by SA、 それからクレジットを表示すればその先はどういうような利用をしていただいても構いませんという CC by というこの2つの制限で、それからもう一つはもう完全に利用条件なし自由に使っていいパブリックドメインとして使っていいという CC0 というこの3つを選択肢として私たちの方では使っております。で私たちの方でデータを公開するようなサービスというのも行っているんですけれどもその際にはこれらのクレジットを選んでいただく、ライセンスを選んでいただくということにしております。ということでこの先いよいよですね主なサービスをご紹介するとともにそれについてそれぞれ簡単な作業になりますけれどもハンズオンで少し使い方を体験していただこうと思います。で先ほどご紹介した NBDC のポータルサイトおそらく皆さんブラウザの方で開けているんじゃないかと思います。ここから先はですねブラウザの方で少し作業しながらで適宜
内容が分かりにくいときには、お手元の資料に戻っていただきながら、進めていければなというふうに思います。NBDC のポータルサイトですけれども、まあ、左上3つのところにですね、一番私たちが中心的に開発しているものとしてデータベースのカタログで一括検索、それからデータの一括ダウンロードというものはまとめてあります。で、先ほどご紹介したような分野ごとのデータベースというのは、その下のところにこうご紹介してあります。今まであまり触れていませんでした。例えば、プロテオームの、リポジトリですとか当社の、データベースというようなものもありますので、もしもご興味のものがありましたら、講習会の後にでも、少し覗いていただければなと思います。非常にこうリンクが羅列しているように見えますけれども、この上にポインターを置いていただきますと、1行程度での簡単な説明がパッと浮かぶようになっていますので、そういうようなものもご参考にしていただければなと思っております。で、まあ、この他にも私たちのもとでは40種類以上のサービスを開発提供しておりますし、データベースもの支援もしております。で、登録不要ですし、完全に無料ですので、どこからでも誰でも使っていただけるサービス群ということになっております。先ほどのデータベースに対する要望に一度戻りますけれども、その1番目として、どんなところにどんなデータベースがあるのかが分からないという、分かるようにしてほしいという要望がありました。で、それに応えて私たちが開発したのがデータベースのカタログということになります。インテグバイオデータベースカタログというふうに正式名称を呼んでおりますけれども、国内外の生命科学系データベースの所在情報ですとか、説明情報を提供するカタログであると。1600件以上で、国内のものでも1100件以上のカタログ情報を載せております。で、中に書いてあるのは名称ですとか URL、 運用期間ですとかデータベースの詳しい説明、どういった生物を対象にしてどういうふうにして行った実験の結果が入っているデータベースですよという説明をつけております。で、データベースの検索ボックスからキーワードを検索したり、分類を用いた絞り込みなんかができるということで、あまり口でだけ説明していても何なので、実際にデータベースのカタログの方に行って少しご説明しながら、触っていただきながら内容の方を見ていただきたいと思います。で、 LBDC のサイトの左上のところにデータベースカタログへのリンクがありますので、先ほど申し上げたように新しくタブを開くか、もしくは新しくウィンドウを開くことによって、ちょっとこちらの方にアクセスしていただければなというふうに思います。私、すみません、画面の方はしばらくそのお手元の資料そのまま進みますので、画面とそれからご自身の PC で見ながら進めていただければなというふうに思います。こちら今日の朝ですかね、キャプチャーした画面になりますので、この時点でデータベースの収録数は1612件ですね。で、トップページはこの3つの領域から画面は構成されております。で、左側は検索ですとか、検索ですとか、もしくはデータベースを絞り込むための場所で、中央部分がメインの箇所で、データベース一覧の表示場所ですね。検索ですか、絞り込みを行うことで該当するデータベースはこちらに出てきます。で、おそらく今皆さんがページアクセスした状態では単純にですね、登録順で、登録日の新しいものから順に並んでいるんじゃないかというふうに思います。で、右側にはですね、メニューですとか新着情報というようなものを載せてあります。作業がですね、今全部これ、ずらっと出てきてしまっていますけれども、例えばこれ最初に何を行っているかというとですね、まず左側ずっと見ていくとですね、ウイルスというような選択肢があります。こちらは生物種としてウイルスを対象としたデータベースが何件くらいあるかということを、ここをクリックするだけで絞り込むことができると、おそらく51件のものが出てきたんじゃないかというふうに思います。で、ウイルスを選んでいるときにはですね、ここの選んでいるものが赤くなるのと同時に、上のところにですね、生物種としてウイルスが選ばれていますよというようなこうタブが表示されます。なので、もしもこの条件をクリアしたいと思ったら、こちらのタブの中のバッテン印を押していただくと、今選択していたものがクリアされると。で、もしくはいくつもいくつも条件があって、全部の条件を一気にリセットしたいという時には、さらに左上に全条件をリセットというものがありますので、そちらを押すと、全ての条件がクリアされることになります。で、
もちろんですね、左側の分類のところにはいろいろ生物種であるとか、もしくは実験の対象となっているものがゲノムなのか、もしくは RNA なのかタンパクなのかというようなものも選べますし、実験データの種類として表現系なのかバイオリソースなのか、もしくは、まあ、例えば配列なのか発現なのか、そういったようなものでも重ねてどんどんとタブを重ねて検索していくことができます。またですね、こちらの検索ボックスのところにキーワードを入れていただくと、そのキーワードを説明の中に含むデータベースというものを一気に選択することができます。今ここでは例として腫瘍と入力して検索した時の画面が出ています。腫瘍と入れて検索すると、おそらく17件のデータベースが選ばれてくるのではないかというふうに思います。で、今この中では画面のおそらく3番目のところにですね、 pdirect というデータベースが出てきているのを今少しピックアップしております。こちら文部科学省の次世代がん研究シリーズ戦略的育成プログラムで行われた実験結果、そうですね、がん組織を含む人材料についての全エクソンシーケンスなどのデータが入っておりますので、例えばじゃあこのカタログに載っているということはどういうことかということですと、まあ左はちょっと取り出してますけど、例えばですね、先ほど出ていたヒットして出ていたものの、例えばサムネイルですとか、もしくはそのデータベース名をクリックするとそのままオリジナルのサイトにリンクしていますので飛ぶことができます。またですね、この説明文途中で省略されていて詳細やというふうになっております。で、こちらの詳細へのところをクリックしていただくと、私たちがカタログの掲載内容として作っているエントリーのページ、一つずつのデータベースのエントリーページに行きます。で、そちらでは先ほどご説明したように運用機関がどこなのかですとか、作られた国がどこなのか、で、どういったところがどういう実験を行って出てきたデータなのかということで、そのデータベースの説明が出ております。で、今ちょっと画面の方では下が切れてしまっているんですけれども、この下にはですね、類似するデータベースのサジェッションというものも出ております。で、なので何かすでにご存知の普段使われているデータベースというのは皆さんあると思うんですけども、そういったデータベースと同じようなデータベースってないだろうかっていうふうに探すときにはですね、その普段使われているデータベースのこちらの掲載内容を元にしてたどっていくと、同じような実験であるとか同じような対象生物であるとかっていうようなもののデータベースにどんどん飛んでいくことができるということになっております。またですね、それぞれデータベースによってはデータの一括ダウンロードを提供しているというようなデータベースもありますので、それについてもおそらくですね、こちらの下の方の情報としてデータベース一括ダウンロードへのリンクというものが、もしも提供されていればリンクが貼ってあります。ない場合には、まあ、一括ダウンロードは提供されていないんだなということになるんですけど、まあ、その場合でも一応私たちの方でデータを一括ダウンロードしていただけるようなサービスも行っておりますので、それについては後ほど触れさせていただきます。あ、そうですね、今説明したものを次の方に載せてましたね。あ、載ってないか。一括ダウンロードのリンクは pdirect の場合ですと用意されてますので、リンクが貼られております。その下の方におそらく類似するデータベースというのがあって、多分その前後にですね、バイオシェアリングへの、リンクというようなものもあると思います。それ何かというとですね、私たちと同じようなこのデータベースのカタログ化ということを欧米で行っているところにバイオシェアリングというものがあります。で、私たち基本、スタート地点としては日本国内で、公的資金で使われたデータベースをなるべく皆さんに使っていただこうということで、国内のデータベースをまず中心的に整備してきましたが、これからはですね、そのバイオシェアリングとの連携によってこちらのカタログサイトに来ていただければ、日本のデータベースも海外のデータベースも便利に日本語で検索をできるようにと考えております。で、こちらのそうですね、お分かりかと思いますが、こちらについている我々の方で作っているこの説明情報に対して、先ほどの検索窓からキーワード検索を行っております。で、まあ、またちょっと他の使い方になるんですけど、私たちの方でその
作っています。今のそのカタログの一個一個の説明というものをですね、まとめてダウンロードしていただくということも、しております。で、なので例えば、説明情報に対して、まあ、今おそらく、生物系の、ウェットの実験されている方が多いかと思うんですけども、もしも情報、科学的な興味があるとか、生命科学におけるこう研究動向に興味があるということであれば、私たちの方で作っているこの、説明情報レコードのものを、まあ一括でダウンロードしていただいて、中身のどんなキーワードがどのくらいの頻度で出ているっていうようなことも解析していただけるようにというふうにしております。でこちらの実はライセンスが、先ほどご紹介した、CC0 で公開しておりますので、こちらの内容については、個々のデータベースの説明情報については、どのように使っていただいても、大丈夫と、出典を示すことなく、ご利用いただけるということになっております。でちょっとここでですね、インテグバイオデータベースカタログの実習を行ってみたいと思います。非常に簡単な、クリックをいくつかするとかですね、そのぐらいのものなので、おそらくまあ見ながらすぐに、できてしまうかと思います。ちょっとだけ時間取りますけれども、もう先に終わった方はですね、少しご自身の興味のあるようなキーワードを入れて検索していただくとか、少し絞り込みを行っていただくとか、そういうようなことをしていただければなというふうに思います。実習1としては、まあ植物分、対象生物植物で、データの対象はゲノム遺伝子に関連するデータベースはいくつ存在するでしょうかと。おそらくもうこの、説明読み上げている時間の中でも、すぐにできているんじゃないかと思います。植物のところをクリックする、で左側、ゲノム遺伝子のところをクリックするということで、全1600件の中からこの条件に該当するものは選べてきます。で実習1でこれは選択できました。じゃあそのうち日本国内で作成されたデータベースはいくつ存在するでしょうかということを、また一番左側の列を下の方まで見ていただくと、作成された国の情報が、日本国内かそれとも、国外かということがありますので、国内のところを選んでいただけますと、実習2に相当する情報が、見れるんじゃないかと思います。でも実習どんどん先に進んでいる方はですね、おまけの下にある思いつくキーワードでご自由にということで、よろしいかと思います。でデータベースが仮にあったとしてもですね、それが本当にまだ稼働しているものなのか、それとももう更新が停止してしまっているものなのかということは、非常に問題になる点ですので、私たちの方ではそのデータベースが今稼働中なのか、もしくは、リンクが途切れてしまって何日間経っているというようなものをですね、1日1回、チェックしに行って、またそのサイトが本当に生きているかということを見てますので、ちゃんと生きているものには、稼働中という、分類がされておりますので、実習さんとしては、一番左側の、カラムの下の方で、稼働中のところを選んでいただくということでしていただきたいと思います。ですね、まあ今選んでいただけると、最終的には左側には、対象生物植物とで、ゲノム遺伝子でもって、稼働中で、地域としては日本だよということが、出てるんじゃないかと思います。で、あ、ちょうどいいところが、あ、すみません、あ、そうか、今これ入れないですね。数字だけ一応確認のために見ておきますと、おそらく、植物でゲノム遺伝子分野のものというのは、90個ほどデータベースあります。でその中で日本国内で作られたものが75個で、そのうち稼働中のものが最終的には50個までデータベース絞れているのではないかと思います。まあ、これ、私が朝ちょっとやってみた結果なので、ひょっとするとその後更新されていれば少し違う数字が出ることもあるかもしれません。ということでですね、このように普段自分がやっている実験でお使いのデータベースには非常にお詳しいと思うんですけども、何かそこから例えば違う生物種で同じような実験をやっているデータベースはどこかにないかですとか、少し実験を広げてみたいので同じ生物で例えばこんな実験をしているデータベースはないかというようなことを見ていただくとき、少し実験の幅を広げるときですとか、もしくは何か新しい実験の種を探すときなんかにですね、こういうデータベース少し探していただくというときにお役立ていただけるのではないかというふうに考えております。
続きまして、サービス紹介の2番目として、複数のデータベース内を横断的に検索できないだろうかという要望に対して、私たちはデータベースの一括検索というサービスを開発しております。こちらは生命科学分野のコンテンツに特化した検索システムとなっております。で、分子データベース、遺伝子ですとか、例えば RNA ですとか、そういったものの中を文献や特許情報と合わせて一括検索できるというようなものになっております。で、検索対象になっているのは現在619件のデータベース。で、日本のデータベース中心ですけれども、いくつかメジャーな海外のデータベースも入っております。なので、いくつか学会さんから学会用紙も預かっていますので、学会用紙のような邦画的な研究から最終的には特許情報も、日本の特許情報も入っておりますので、特許として確立したようなところまで、さまざまなこう研究のレベルの情報を一括で検索できるものとなっております。で、特にですね、検索キーワードは京都大学で開発されていますライフサイエンス辞書を搭載してますので、日本語で入れると英語に、英語で入れると日本語に自動翻訳して両方で検索することができます。もちろん翻訳機能がいらないということであれば、それも条件として切ることはもちろんできます。で、検索した結果をデータベースのカテゴリーで絞り込んだりとか、関係する遺伝子名称がサジェストされたりということも行っております。で、私たちこの横断検索をですね、分かりやすいように、生命科学分野の Google 検索を目指していますというふうに言ったりするんですけども、じゃあ本家の Google と何が違うかと言いますと、例えばモデル生物としてマウスの情報が欲しいということで Google で検索をかけたりなんかしますと、大体上の方に出てくるのはですね、コンピューターの周辺機器としてのマウスで、特にですね、やはりこう通販の情報なんかが上の方に出てきてしまうわけです。当然 Google というのは生命科学に特化しているわけでないので、学術情報を調べようとしたときにノイズが非常に多くなってしまうんですね。で、またですね、 Google や Yahoo という一般の検索サイトも調べると何でも出てくるような気がしてしまうんですけども、実はですね、一般の検索システムで検索できるのはいわゆる表層ウェブと言われるものだけです。データベースの個々のエントリー等はですね、いわゆるディープウェブと言われるような深い階層のところに入ってますので、普通 Google 等はですね、そこまで降りてきてこう検索のキーワードを拾っていないんですね。これ少し古い調査になりますけども、2009年の学会で発表された論文書の中にあったものですけれども、じゃあどのくらいのウェブ上の情報をカバーしているかということで考えてみますと、実は Google であっても公開され、これあれ特別なこう鍵がかかっているとかではないんですね。普通に公開されているウェブであっても Google がカバーしているのは 53% 程度であると。で、もちろん少しずつそれと重なるようにして Yahoo の検索です。Yahoo、そうですね、今基本的なシステムとしては Google 使ってます。Google 検索のエンジン積んでますけども、Yahoo であるとか、もしくは Bing であるとかというようなもの、少しずつ重なり合ってはいますけれども、重なり合ったり、独自の情報を積んでいたりもしますけれども、実は全て合わせたところでも7割程度しか検索エンジンでは引っかかってこないということになっております。ですね、実はデータベースについてその情報を調べたいと思ったときにはですね、 Google で検索しただけでは実は網羅性は足りないんですね。なので実はノイズも大きいし、決して網羅的でもないということが、Google 検索に頼ってデータベースの情報を調べようと思ったときにはどうしても出てきてしまう問題となります。なので私たちとしては、その情報源を生命学分野の文献等に絞ることによって、ノイズが少ない、そしてある程度網羅性の高い、データベースの奥の階層にまで、降りていって、索引付けをして、しっかりとこうキーワードで、検索で引っかかるようにしてやろうということで開発したのが、横断検索となっています。これもまたちょっと、古い情報なんですけど、おおむねこんなような、情報が検索対象として入っているんだと、いうことをお示ししているものであります。で、
こちらもですね、入り口は先ほどのデータベースのカタログの下にデータベース横断検索というのがあります。実はそこの検索窓に入れていただくだけでですね、そのまま横断検索できるんですけれども、ちょっとまあ本日せっかくなので別の新しいタブなりウィンドウなりでちょっと横断検索の方も開いていただければなというふうに思います。で、開くとですね、おそらく非常にこういった、まあ、今あの説明をつけてしまったようでうるさいですけれども、非常にシンプルな検索窓一つの画面が出てくるんじゃないかというふうに思います。で、まあ、もう基本的にはもうここの検索窓に入れていただければ情報を検索することができるということになっております。一応ですね、検索のモードとしてデータベースモード、ヒット件数モードというのが実はあるんですけども、普通にお使いいただくときにはまあデータベースモードを使っていただければいいかと思います。非常にたくさんのヒットが予想されるときにはですね、その全体像をヒット件数でまず見てあげて、そこから絞り込んでいくという使い方もできます。で、一応入力窓にはですね、途中までまあ語句入れるとサジェストされると、インフルまで入れるとインフルエンザのウイルスなのかワクチンなのか肝菌なのかというようなものが出てくるというようなシステムになっております。で、先ほどのはトップ画面の簡易検索モードなんですけども、その右上のところにはですね、まあ、ちょっといくつか選べるところがありまして、まあ、例えばモバイル版に行けたりもするんですけれども、まあ、左端に詳細検索という部分があります。詳細検索、何が詳細かというと、まあ、中でデータベースの更新時期を選べたり、まあ、先ほど申し上げたように検索後の日英翻訳をオンオフできたり、もしくは検索の対象とするデータベースを分野ごとに選んだり、もしくは対象となる生物種を絞り込んだりというようなことができるということになっております。まあ、もしもより絞り込んだ検索をしたいというときには、こちらの詳細検索モードでいろいろと機能を試していただければなというふうに思います。で、先ほどのヒット件数モードだとどういうことになるかというと、インフルエンザというふうに入れるとですね、まずデータベースごと検索してヒットがあったデータベースの種類ごとにヒット件数というのが出てきますので、その中こうポチポチと選んでどんどん開いていっていただくと、そのヒットが一体何のデータベース由来なのかということが分かるようになっております。このインターフェース、ひょっとしたらですね、少しここは実は今朝画像を新しくしてないので、ヒットの件数ですとか少し分類が違っているかもしれないですけども、基本的な使い方としては変わらないかなと思います。どんどん開いていただくと、最終的にはそのヒットがどのデータベース由来かということで、そちらのインフォメーションマークのところにマウスオーバーしていただきますと、そのデータベース自体の説明も出てきて、こういったようなデータベースの中に自分が探している情報がヒットしていると。でもしもそれを見て、あ、このデータベース違うなと思ったら、まあ他のデータベースに探していただくということで、ヒット件数が非常に多いときにですね、こう上から順にずらっと見ていくと切りないなっていうときに、まずこのデータベースを絞り、データベースの中から絞り込んであげるということができるようになっております。ただですね、まあ普段使っていただくにはヒット件数ではなくて、普通にデータベースの中を検索していただければ良いかなと思っていて、これが先ほどのところでと多分簡易検索でそのまま検索をかけますと、まあ、インフルエンザと検索してあげると大体こんなような内容が出てくるのではないかと思います。先ほどのヒット件数モードと同じような機能が上のところについていまして、全てのデータベースの中から何件ヒットしてますよと。で、実はここの全てのデータベースのところをクリックしていただくと、じゃあそのヒットが一体どういったデータベース由来なのかということが窓として開くようになっております。それちょっと次のスライドでお話しします。で、普通の Google の検索と同じように検索結果、こういったタイトルでヒットがありましたよと。で、その説明になる、まあ、スニペットと呼ばれる、まあ、説明の文章が出てきます。それと同時に右側にはツールボックスというものが開きまして、その、検索した語句に関連する、遺伝子というものも、遺伝子が右側でサジェストされますので、そこから今度は遺伝子をクリックすることによって、今度この遺伝子名で検索するというふうに切り替えることもできます。
しくは関連語句で検索したいですとか、まあ、今はこの言葉で検索していますよというのが自動翻訳されているので英語でも検索されているというようなことが見えるようになっております。先ほどちょっと途中まで説明してしまいましたけれども、まあ、全てのデータベースというところをクリックしていただくと中にこんなデータベース由来ですよということが出てきます。なのでここからさらにデータベースによって由来するデータベースによって絞り込んでいくことができます。で、絞り込んでいって最終的なヒットとしては、まあ、先ほど、簡易検索が出てきたのと同じようにデータベースのエントリー名でその後ろにデータベース名がついている。で、サムネがあればサムネイル画像で、こちらにスニペットが出てきて下にはそちらのデータベースへのリンクとなるような URL が出てくるということになっております。ということでですね、今ちょっと駆け足でご説明しましたけれども横断検索についても実習の時間を少し取ってみたいと思います。で、先ほど実はもう今説明しながらすでに操作されている方いらっしゃるかと思うんですけども、トップページから簡易検索でインフルエンザで検索したときにちゃんと日英翻訳機能によって一番右側のツールボックスのところにちゃんと英語表記でも検索されているということを確認していただくのが実習の5番です。それから先ほどのツールボックスの下の方をたどっていただくとですね、外部リンクというところがあります。で、外部リンクの中にはですね、同じ JST 内で開発している J グローバルという学術情報データベースありますので、それをクリックするとですね、自動的に J グローバルのページに行って今検索したのと同じ検索文字で検索されたページというものに行きます。自動的に検索も行ってもらいます。でちょっとインフルエンザを離れてですね、実習の7番では、検索結果画面上部の検索窓から遺伝子名 P53 で検索して右側のツールボックス内の関連遺伝子で検索のところにですね P53 関連遺伝子がちゃんと出てきているということを見ていただきたいと思います。まあ、P53、有名な、がん関連遺伝子になりますので、おそらくそれに関係するようなものが、右側のツールボックスに出てくるのではないかと思います。そして P53 で検索した結果ですね、その関連遺伝子の下にはですね、関連遺伝子の名前の下にはですね、いろいろなデータベースのエントリーの番号が出てきているんじゃないかと思います。前のページで見ると、そうですね、ここですね、関連遺伝子が出てくるとその中にはですね、実はいろいろとこうデータベースのリンクが貼られているんですね。でこちらに飛びますと、それぞれの遺伝子に関するキュレーションされた情報ですとか、タンパクとしてはこのような性質を持っていますよというようなことが見ることができますので、ちょっとそれについてせっかくなので P53 の関連遺伝子についても何か情報を調べていただければなというふうに思います。こんな感じですね、実習の前半ですとインフルエンザで検索していただいて、ちゃんと、検索されていると。でその時にきちんとキーワードが英語に、翻訳されているよということを、こちらで調べていただくと。で今これ、画面が足りないので横に貼ってありますけども、これ、下見ていくと、外部サービスを使ったリンクというのがありますので、その中で J グローバルと書かれているところをクリックしていただくと自動的に J グローバルというデータベースの方に飛んで、そちらで今検索したインフルエンザは英語のインフルエンザというものの情報が出てきているのではないかというふうに思います。こちらですと J グローバルの方ですと日本の国内の研究者の情報ですとか研究機関の情報なんかが入っております。なのでこちらはもちろん生命科学に特化したものではありませんので、少し幅広く他の分野までの情報を含んだものというものはこちらの J グローバルの方でも見ることができます。でその先の実習ですと P53 で検索をかけてあげますと、ちょっとこれも実は私は新しい画像にしてないのでちょっと出てきている画面が違うかもしれませんけど、右側にはですねおそらく
P53 に関連する遺伝子が表示されるのではないかと思います。チューマープロテインである53のコンピーティングプロテインというのが出てきたりもするということですね。でじゃあ右側にいろんな遺伝子が、サジェストされたけれども、じゃあこの中でじゃあ次この遺伝子の情報を調べてみたいなというのを何を手がかりにして調べればいいかというと、やはりその遺伝子がどんな性質を持っているかということを見ておきたいということで、その時にはですね、こちらの関連遺伝子にサジェスト されているデータベースのレコードナンバーをクリックしていただくとですね、例えばヒューゴジーンノーメンクラチャーコミッティなんかで作っているその遺伝子の名前と機能をちゃんと系統だってつけているというような情報も出てきますし、 NCBI で作っている NCBI ジーンの情報が出てきたりですとか、もしくはゲノムネットワークプラットフォームの方で見るとそのどんなものをサプレス、どんなものを抑制するとか、もしくはどういうものに制御を受けるといったような情報も見ることができます。で、それからユニプロットへのリンクもありますので、タンパクとしてのアミノ酸配列としてどんなふうになるかといったような情報も見ることができます。ということで、実はですね、この横断検索というのはもちろん、検索窓にキーワードを入れて検索していただいて情報を見つけるためのものなんですけれども、ここをハブとしてですね、外部のデータベースに行ったりとか、もしくは外部のデータベースの個々のエントリーにアクセスすることで、まあ一種こう芋づる式に情報を引き出していくための情報のハブとしてもご活用いただけるのではないかというふうに考えております。ぜひですね、この講習会終了後にですね、ご自身の興味のあるキーワードを入れて検索していただいて、単純にこの出てきた検索結果を見てということだけでなくて、そこからどんどん外部のデータベースにつながったり、外部の知識につながっていくというところを見ていただければなというふうに思います。で、ちょっと初めの方で説明を忘れてしまいましたけれども、今のところこうキーワードを一つだけ入れる説明だけしておりましたけれども、これ当然 Google と同じようにですね、いろいろな言葉を重ねていくことができます。単純に間にスペースを入れると and の検索になりますし、もちろん or を使ったり not を使ったりということもできます。で、そういうことに関してはですね、実は右側の help のところをおそらく開いていただくと、そのための文法が載っていますので、そういったような条件も組み合わせながらうまくですね、検索式組み立てていただいて、ご自身の情報収集に役立てていただければなというふうに思っております。で、まあ、開発者がこのサービスの担当者が今特にモバイルの方に手を力入れてますので、もちろんがっつりご研究の際にはですね、ご自身の PC 使われるかと思うんですけども、何か学会等ですね、出先で少し情報を調べたいなんていう時には、こちらのモバイル版もご活用いただければなというふうに思っております。で、主なサービスの3番目としまして、データセットを取得できないか。例えば企業の方なんかですと、その公開されているデータベースとはいえ、自分がどんなキーワードで検索しているかを知られたくないというようなニーズがあったりですとか、先ほどご説明したように手持ちのデータがあるので、むしろデータセットの方を自分のローカルに落としてきて解析を行いたい、手持ちのデータと組み合わせて解析を行いたいというような要望をいただくことがありました。ということで、私たちの方ではデータの一括ダウンロードのサービスを開発しております。で、国内で作成されたデータベースを、まあ、丸ごとダウンロードできるサービスということで、現在のところ収録数は132件となっております。まあ、一つとしてはいろいろなプロジェクト等で作成されたけれども維持できないものというものもあります。5年ならば5年間の予算でプロジェクトを動かしたと。で、たくさん成果が出たので、その成果をデータベースにまとめたと。ところが、プロジェクトの期限が切れてしまうと、もうそこで予算が切れるので、データベースの更新は止まってしまう。数年後にはもうデータベースも、公開も維持しきれないので、なくなってしまうということで、実は今どんどん、せっかく作られたデータが消えていっている時代でもあります。
なので、せっかく座って、お金を使って、そして、研究者の方々の労力を使って出たデータなので、それはぜひ、他の方の新しい、ご研究に役立てていただきたいということで、私たちの方でお預かりして公開を維持しますし、維持しましょうということと、もしくは、データベース作成が一段落ついたので、一度もうまとめてユーザーに使ってほしいというようなニーズもあったりもします。で、先ほど申し上げたように、しっかりとデータベースやデータについてのメタデータを揃えていただくと、それからデータは CC のライセンスで配布することによって、こういうふうに使っていいんだということを明確化するということを行っております。まあ、先ほどと同じようにですね、大体こんなようなデータセットをお預かりしていますよというご紹介です。場所としましては、先ほどの横断検索のさらに一つ下にデータベースアーカイブというリンクありますので、こちらも新しいタブもしくはウィンドウで開いていただければと思います。そうしますと、大体このような見かけのページが開くのではないかと思います。で、これからアーカイブの使い方を説明していきますけれども、ちょっと今までよりも少し複雑なので、実習との時間を分けずにですね、説明しながら、まあ、実習しながらと言いますか、説明聞きながら実際にちょっと手を動かしていただければなというふうに思います。その前にですね、まずトップページから使える機能を5つご紹介しようと思うんですけれども、まず1番目は、まあ、単純にですね、データベースアーカイブということで、データをお預かりして一括してダウンロードしていただくんですけれども、データベースとしての非常に単純な形ではありますけれども、データベースとしての形も備えております。で、その中身を、そうですね、おりますが、それぞれのデータベース、先ほどのカタログと同じように運用期間ですとか、キーワード、こんなデータベースですよといった説明の部分を対象にして検索することができます。で、もしくは、おそらく、今開いたばっかりですと、カタログと同様にですね、新しい順に、登録新しい順に並んでいると思うんですけども、こちらで、各項目をクリックしていただくことによって、項目ごとに相当することができます。セーブ中で相当したり、もしくはデータベースのカテゴリーによって、相当したりということが可能になっております。そして、まあ、その列をキーとしまして、照準、高順も選べるかなと思います。使いやすいように並び替えていただければと思います。またですね、右側、上3つ、すみません、ちょっと囲みが大きいんですが、この下の部分ですね、囲みがずれてるんですね。あ、すみません、帰宅者専用サイトログインではなく、その下の検索窓と、相動性検索とかを囲みたかったんですね、すみません。先ほど申し上げたように、データベースとしての簡単な機能も備えておりますので、それらのデータベースについては簡易的な検索機能があります。つまり、データベースの種類で検索するのではなくて、その実際のレコードの一件一件を検索することができます。なので、そういった機能がついているものに対しては上の検索窓から検索することができると。そしてまた、配列情報を含むようなデータベースの場合はですね、こちらの相動性検索のところから行っていただくとですね、ブラストによる配列の相動性検索もできます。で、それから特に画像を含むものだけを見たいというときには、こちらの方から画像を含むデータベース内に限って検索するということもできるようになっております。実際それぞれのページがどう開くかというと、簡易検索機能があるものに関してはまあこういうような検索ができると。で、配列を含むデータベース対象にですとかってブラストの検索をかけることができると。それからですね、画像を含むデータベースだけに限ったキーワードサーチというようなこともできるようになっております。現在データベース化される情報というのは非常に多様になってきております。これまでのような文字列であるとかに加えて、こういった画像情報というのも今後ますます増えてくると思われますので、私たちとしてもそういったようなものをきちんとアーカイブしていく準備を進めているところであります。というわけでですね、ここから今実習というふうに書きましたが、少しもうこれは画像でその結果を見ながらですね、どんなふうに検索できるかということを見たいと思います。
何を行うかというと、オープン TG ゲイツの病理情報のデータから、ハイパートロフィーということで幹細胞肥大を示したデータを絞り込んで、ダウンロードするということを行いたいと思います。オープン TG ゲイツというデータベースはですね、170個の化合物、下の方にありますね、170の化合物をラットの個体ですとか、細胞幹細胞に暴露した際の遺伝子発現と毒性のデータベースということになっております。医学薬学系の実験をされている方だと、少し馴染みがあるのではないかというふうに思います。そうですね、ハイパートロフィーももしも、後で綴りが あまり馴染まなくて危ないという方はプリントアウトの方で多分読めるかと思いますので、そちらご参照ください。で、絞り込んで情報を見つけた後は実際に病理画像を見つけましょうと。ただし画像のデータは非常に大きいですので、開くところはいいんですけど、ダウンロードをしてしまうと、これだけの人数だと大丈夫かもしれませんけども、少し回線に負担かけてしまいますので、画像のダウンロードはご容赦いただければというふうに思います。でじゃあこれはですね、もう説明しながら一緒に、皆さんも作業していただければいいかなと思いますが、こちらトップページで、こちらの一覧内の検索のところで、オープン TG ゲイツと、入れていただくんですけども、おそらくオープンぐらいまでいくとですね、3つぐらいにもうデータベースは絞れてしまうんじゃないかというふうに思います。でそうしますと、実はオープン TG ゲイツの病理写真のデータベースと、オープン TG ゲイツのデータベースの本体それぞれ出てきますけれども、今回せっかくなので、ちょっとこのオープン TG ゲイツの本体から最後病理写真にたどり着くということをやってみたいと思います。でただしその前にですね、大事なのはこちらですね、利用許諾を確認ということで、どんな利用許諾なのかということは、この詳細のところをクリックしていただくと、このような本データベースの利用許諾ということで、クリエイティブコモンズの時にご説明しました CC by SA というものが表示されております。何をしなくてはいけないかというと、作成者のクレジットをちゃんと表示することと、それからこのデータを使って何か二次データベースのようなものを作った時にも同じ CC by SA で配布を行ってくださいというライセンスがついております。でもう一度こちらのページに戻っていただきます。でデータベースの、今度はですね、本当にこれが求めているものかということで、失礼、サムネイルか名前をクリックしていただくと、ちょっとですね、先ほどの、カタログとは観点が違うので、少し載っている情報も、違うんですけども、どういうところが作成していて、でこちらでデータをお預かりするときに連絡をしていただいた連絡先というものも載せてあります。なのでもしもそのデータを見てさらに深く使いたいというよりも、そのデータについてもっと知りたいですとか、共同研究の申し込みをしたいということであれば、こちらの連絡先をご参照いただければと思います。で、データベースの分類ですとか、対象となる生物種であるとか、もしくは いつ運用を開始して、でいつ最終更新が行われたかといったようなデータベースとしての情報が載っております。でこちらの情報はですね、データをお預かりするときに、必ず付けていただくようにしております。でこういうものが付いていることによって、少しお手間はかけますけれども、再利用が進むというふうに我々考えております。でデータベースアーカイブの実習4、ダウンロードをクリックすると、いよいよもう一度ですね、トップでオープンで検索していただいて、オープン TG ゲイツの中でダウンロードのところをクリックしていただきます。でそうするとですね、このダウンロードページに来るんですけども、その中でですね、データファイルというところを見ていただきますと、もうこれはデータのファイルが ZIP 形式で載ってますので、ここからもう直接データを丸ごとダウンロードすることができます。ただしですね、今回せっかくなので、これこちらの簡易的なデータベース機能を使ってデータを絞り込んだ上でダウンロードしたいと思います。
なので一番下13番のところに病理情報というふうに出ているかと思いますので、そちらの検索&ダウンロードのところをクリックしていただくと、このような非常に簡易的なデータベース画面にたどり着きます。でここで何ができるかというと、左上のところではテーブル内の検索絞り込みができますので、ファインディングタイプ、何を検索するかということで、ファインディングタイプの列をハイパートロフィーで検索しますよということを入力して、サーチの部分を押していただくと、おそらくですね、今画面に出ているような検索結果になるのではないかと思います。検索を行ってますので、このファインディングタイプのところは全てハイパートロフィーのものだけが抜き出されて出てきているかと思います。でその後ろでダウンロードも実はですね、2つダウンロードのモードがありまして、セレクテッドを選びますと、今せっかく選んだこの内容をダウンロードすることができると。でそれに対して右側にはオールということで、全データを丸ごとダウンロードするということもできるようになっております。でですね、結果をダウンロードするときには CSV 形式でダウンロードできることになっております。で、全データを丸ごとダウンロードする際にはですね、おそらく データを丸ごとダウンロードするということは、その先おそらくご自身の PC なり何なりでもっと解析を行っていきたいということだろうというふうに考えておりますので、CSV よりもさらにこう機械可読性が高いような RDF といったような JSON ですが、 RDF といったような形式でのダウンロードもできるように対応しております。このことによってですね、データの再利用が進むということを期待しております。で最後ですね、こうやってハイパートロフィーな細胞の情報を選んだところで、パソロジカルイメージというところがありますので、こちらに行っていただくと、最後病理情報に病理画像にたどり着くことができるということで、このような画面に映ってきます。でこちらのですね、サムネイルをクリックすると拡大します。これはあまり回線に負担かけずに画像を確認できるようにしております。ただし、フルサイズビューで見ても大丈夫です。ただしダウンロードをしてしまうとですね、1ギガを超える、1枚の写真で1ギガを超えるようなサイズになってますので、ちょっと皆さん一斉にダウンロードを始めると回線に負担かかるかなと思いますので、もしもこの幹細胞肥大の病理写真に興味がある方はですね、後ほど試していただければというふうに思います。ちょっとダウンロード画像を見るためには専用ソフトが必要ですが、そのことについての説明もこのアーカイブの中で探すことができるかと思います。はい、ちょっと今駆け足で説明してしまいましたが、なぜあまりこう深くやらなかったかというと、結局データベースによってで、その今のインターフェースもいろいろ変わってしまいます。で今 OpenTG ゲイツを例にしてあのように説明しましたが、あれを参考にしながらご自身が見たいデータベースに合わせてそれぞれちょっと使い方を工夫していただければというふうに思います。だから基本的には非常に簡便なデータベース機能になってますので、それほど迷うことはないのではないかというふうに考えております。でアーカイブのお話しするとですね、大体どういうデータベースが人気なんですかっていうような質問を受けることが多いんですね。で私たちもその点においては非常に興味を持っておりまして、これはですね、2017年5月のダウンロード数の多かったものですね。データセットのダウンロードの総数は約1万7700ということで、上から多い順に並んでいるんですが、実は5月たまたま、実はこれたまたまなんですけども、たまたまというか、いつもここら辺は多いんですけども、ちょうどご説明していた OpenTG ゲイツの病理写真データベースが1番で、それからその OpenTG ゲイツの本体の方が2番ということで、やはりこちら非常に利用される方の多いデータベースで、非常にデータベースのサイズも大きいですけれども、本当に丸ごと落としていかれる方というのは非常に多いです。で3番目にはファントム5が入っていますね。でファントム5、
どういったものかというと、まあ、ご存知の方多いかもしれませんけれども、まあ、理研が中心になって作成している転写産物ですとか転写因子の、転写因子の活性に関するデータベースということで、まあ、今5まで来ていますけれども、まあ、はじめファントム、無印のファントムから始まっています。でそのファントムにつきましては、まあ、あの数世代前のそのファントムデータベースを使って、iPS 細胞の中山先生なんかは、その iPS 細胞の樹立に必要な、まあ、初期化因子の候補をこのデータベースの中から、まあ、24件ですか、探してきて、そこからさらに絞って、実験を行ったということで比較的有名なデータベースなのではないかと思います。4番目はですね、まあ、チップアトラスといいまして、これ何をしているかといいますと、チップセック、クロマチン、免疫沈降の実験で、読まれた配列のデータというのが公共のデータベースにたくさん入っていますので、それを再解析して、それをさらにまとめたというようなデータになっております。なので、こちら行っていただくとですね、そのインシリコでというか、そのコンピュータ上で、チップの実験の再現のようなものができるんですね。このタンパク質はどこの配列にくっつくかというのは見れる。そうするとその配列にくっつく他のタンパク質を調べることができるというようなことで、こちらもですね、比較的最近開発されて、あの私たちお預かりしたデータベースなんですけども、非常に人気が高いです。ということで、まあこんなような、もちろん人気が高いものがいいものだということではなく、どれもそれぞれ皆さんのご活用次第かなというふうに思っていますが、純粋にこうダウンロード件数ということで見ると、このようなものが人気があるかなというふうに思っております。で、まあ、こちらはですね、帰宅のお願いということなんですけど、まあ、プロジェクトでデータベース作成したけれども維持しきれなかったですとか、まあ再利用のためにデータセット丸ごと預けたいというようなことありましたら、ぜひ一度ご相談いただければなというふうに思っております。で、利用許諾のための標準テンプレートも用意しておりますので、まあ、先生方にあまりお手数かけずにですね、データを共有できるようになっておりますし、 NBDC としてはそのプロジェクトのような不安定な形ではなくてですね、安定した形でデータベースの維持管理を行っていきたいというふうに考えております。さて、で5番目、人に関するデータベースなんですけれども、こちらはゲノム医学に関するデータベースの NBDC における取り組みということで、比較的こちらも最近スタートしたサービスとなります。で、データの内容にもよりますけれども、人に関するデータというのは、取り扱いに注意が必要ですし、時にはアクセス制限が必要となりますので、そちらを収集公開する、人データに特化したアーカイブ、サービスのようなものになっております。で、入り口は先ほどご紹介したもののちょっとずるっと下になりますけれども、NBDC 人データベースというものがあります。ちょっとこちらご説明だけで実習がないので、少し駆け足でお話ししてしまいますけれども、こちらをクリックしていただくと、人データベースにつながると。で、人に関するあらゆるデータを対象にして集めていこうというふうに考えております。配列情報だけでなく、先ほど申し上げたような画像情報もいずれというふうに考えております。で、二重に匿名化された情報のみということで、個人情報をこちらではお預かりしないということで、しております。で、人に関するデータというのは、倫理的な配慮が必要なものが多いですので、そういったものを患者さんの権利をしっかり守りながら、ただし、せっかく出していただいた、提供していただいた、データですので、それはしっかりと、活用して、新しい知見につなげていこうというための、仕組みになっております。で、データ提供利用に関する審査というのは NBDC の方で審査委員会を、作って、対応いたします。それに先立ってきちんとインフォームドコンセントが取れているかですとか、所属されている機関の中で、同意が得られているかということは確認させていただきます。ただその上でですね、なるべくその、公開時期をこのくらいにしたいですとか、ちょっとこういった制限事項をつけたいというような提供者の方のご要望にはなるべく、応えたいというふうに思っております。で、現在個人情報保護法の、改正等も、話題になっております。で、
まだそういったような社会的な共通認識というのはまだまだ固まっていく途中かなというふうにも思っておりますので、そういった指針の変更等にも柔軟に対応していきたいというふうに思っています。で、現在まで今公開データ数として完全に非制限的に公開しているものが14件で、それから登録していただく、お名前を登録していただく等の条件をつけた上での公開が44件というふうになっております。で、非制限公開データはこういうもので、制限公開データはこういうものでということを資料に載せましたけれども、今おそらくバックグラウンド、さまざまな方今日来ていただいていると思いますので、もしも興味がある方はですね、後ほど資料を読んでいただくか、こちらの人データベースの方にアクセスしていただいて詳しい説明等を見ていただければと思います。特に配慮が必要なデータにつきましてはですね、タイプ2とハイレベルなセキュリティを要求するタイプ2というような仕組みを設けておりまして、しっかりとそのデータが収めてあるサーバー室への入室管理もしっかり行うなどなど、きちんとその法律的な要求を満たしながら情報を共有していくということを行っております。こちらのデータを預かっていただいたりする際には、初めの方に申し上げました遺伝学研究所の DDBJ センターの方には大きなご協力をいただいております。で、ちょっと6番目としてですね、その他の人気のサービス例ということでご紹介したいんですけど、先ほどちょっと左側ずっと説明してきましたが、右側にはですね、いくつかコンテンツですとか解析のために使えるツール類ですとか、もしくは連携して行っている取り組み等の情報が実は載っております。で、その中でもですね、この新着論文レビュー、領域融合レビュー、統合 TV というのは特に人気が高いので、本日ちょっとだけご説明させていただきたいと思います。統合 TV 何かというと、データベースやツールの使い方ですとか、本日行っているような講演の動画というものを配信するための動画サイトとなっております。動画数1200本以上で、吹き出しによる日本語の解説ですとか、YouTube からも視聴可能というふうになっております。で、本日紹介したカタログ横断検索アーカイブの使い方の動画もありますので、本日わからないことが残ってしまったというような時にはですね、こちら統合 TV の方に行っていただくと、分かりやすいのではないかというふうに思っております。で、それ以外でもですね、データベースやツール類で困ったことがあったら、ちょっとこちらで探していただくと、何か分かりやすいものが見つかるのではないかと考えておりますし、もしも見つからなかったらですね、リクエストフォームありますので、これについて知りたいけど、ないじゃないかというようなことはどんどんお声寄せていただければというふうに思います。新着論文レビューの方ではですね、日本語による英語論文の解説記事ということで、トップジャーナルに日本人著者の方が論文をお出しになったときにですね、コンタクトを取りまして、著者ご本人に解説記事を書いていただこうということで、すでに公開数1000本以上となっております。で、どうしてもですね、その論文を出すと、その画像等についてはですね、その出版社の方に著作権が行ってしまうために、著者であってもなかなかその自由に使えないですとか、他の人に使ってもらうことができないということがありますので、こちらではですね、新しく図を起こして、さらにちょっとこの CC BY のライセンスで公開しておりますので、出典さえ書いていただければ、こういう図なんかも使っていただけますし、最新の論文について日本語で解説記事が読めるという内容になっております。領域融合レビューについてはですね、こちらはいわゆる解説記事、レビュー記事となっております。いくつかの学会さんに協力いただいて、この分野だったらこの方でしょうということで解説記事をお願いしております。こちらも CC BY で配布しております。現在60報程度ですね。なので、新着論文にしろ、この領域融合にしろですね、何か少し新しい分野について知識を得たいというような時にですね、もちろん英語でこう論文読んでいくのが一番かもしれないですけど、まずその基本的な知識を得るためにですね、こういったような日本語の情報というのもお役立ていただけるんじゃないかなというふうに考えております。で、その下にはですね、解析に関わるようなツール類というのもありますので、
もうお名前の紹介だけですけれども、ちょっと載せてあります。TBCS SRA というのは、SRA というのはその次世代シーケンサー NGS で出てきたデータというのは、NCBI が構築している SRA というデータベースで公開されているんですけども、基本的に非常にインターフェースが悪いと、使いにくいというような評判がありますので、DBCS の方でその改めていろんな情報に従って分類などしておいて、目次サイトというふうに書いてありますけれども、SRA のデータを効率よく探していただくためのページとなっております。RefX の方はですね、こちら実は V 特異的な発現を見せる遺伝子に関する発現情報のレファレンスデータですね。なので正常な組織、正常な細胞におけるおいて特異的に発現する遺伝子の情報というのを4種類の実験手法から並べて比較していますので、何かご自身である条件での組織特異的な発現等を見たいときにですね、それのリファレンスとなるデータとしてお使いいただけるのではないかなと思っています。こちら統合遺伝子検索、ググルナと読ませるそうです。何かというと、先ほど横断検索のご紹介しましたけれども、さらに絞り込んで遺伝子についての情報を知りたいというときにはですね、こちらで検索していただくと、NCBI のレフセックの情報をもとにしているんですけれども、そこに登録されている転写産物、遺伝子であれば、こちらについて配列であっても、そのメタデータの部分であっても、簡単に非常に高速に検索できるということと、あとは曖昧な塩基を含むパターンなんかも検索可能であるということで、遺伝子に関係する情報を調べたいときには、ググらずにググルナを使えというのが開発者の思いということでした。ということで、最後終わりにということで、これはそうですね、4章によるデータベース統合ということで、実はデータベースたくさんあってバラバラにあるじゃないかということは問題として捉えられた比較的古い頃から言われていたんですけれども、その後ですね、各省において統合データベース事業というのが始まったんですね。文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省それぞれで統合データベース事業を行っていたんですけども、結局4省縦割りのままでは本当の統合ではないだろうということで、4省が連携をして、で文部科学省が音頭を取ってということで、今私たちが行っている統合データベース事業というものが始まっております。ということで、その4省が連携していくんだよということで、その4省合同でのページというのもありますという、すみません、これは簡単なご紹介でした。ということで、いろいろ私たちサービスの開発提供を行っておりますけれども、データ共有に関してはまだまだたくさん課題というものがあります。データ共有に関する国レベルでのルールやガイドラインの欠如ですとか、私たち基礎データについて少し取り組み始めましたけれども、そういった機微情報について国レベルでのルールやガイドラインの欠如、それからそういったようなデータを扱ったりバイオインフォマティクスを実践していくための人員や予算がどうしても欧米に比べると不足してしまっていると、またそれぞれプロジェクトがプロジェクト制で行われていることによって持続可能な体制ですとか予算の仕組みというものはなかなか構築できないということはありますが、そういうようなものをですね、ぜひ解決してデータを共有することによって新しい実験成果につなげていければというふうに思っておりますし、 NBDC もそこに貢献できればというふうに考えております。で、NBDC としてはですね、サービスを使っていただくのが一番の応援というふうに思っておりますので、本日紹介したもの、それ以外についてもですね、ぜひ一度ポータルサイトを見ていただいてご活用いただければと思っております。で、使っていただいてですね、何か論文につながったとか学会発表につながった、もしくは何か実験に進捗があったということがありましたらですね、トップページからこういったような情報提供フォームありますので、何か寄せていただきましたらですね、私たちの方でベストプラクティス例としてご紹介させていただいたりとか、何かどんな成果があったかについて教えていただいたりとかということを考えております。はい、ということで、ご意見ご要望リクエスト等も受け付けておりますので、ぜひお寄せいただければと思います。講習の内容としては以上になります。本日はお話ご清聴いただきましてありがとうございました。